マサヒくん知ってる？お前知ってますかな。まあ、先輩だしお前リーダーなんだから敬語使え。なんでだよ。なんでだよじゃねえんだ。リーダーお前たまには敬えよ。マサヒくん知ってますか？何を？あかねさん寝るとき全裸なんですよ。嘘つくなお前。あかねさんお前ジェラートブーケとジャンロブションのお前コラボパジャマ着て寝てんだよ。うるさい。うるさい。お前先輩でリーダーっつったんやなこれ。はい、うん、うるさい。なんで知ってんすか？インタビューで読んだ。それインタビュー用の答えで本当は全裸なんですよ。うるさい。なんか言えよ。怖えなお前。怖えな。うるさいようるさいで返すパターンだお前、うん、それインタビュー用の答えです。なんでお前が知ってんだよそんな。俺同じ事務所なの。いや事務所関係ねえだ。いやいやでも俺家行ったことあるんですよ。えお前家行ったことあるの？あかねさんの泊まったの？いや返されました。あじゃあ知らねえじゃん。いやいやでも俺、うん、あかねさんの手料理食ったことあるんですよ。お前手料理食ったの？何食ったの？うるさい。うるお前なんだそのさっきからうるさいって。お前おいなんだよ何食ったのっつってんだよ。ホイコーロス。あかねさんの大好物。いやそれお前の大好物だろうが。いやまあそう俺も好きだけど、うん、あかねさんの好物でもあるんですよ。そうなの？うん、えってかさえその情報どっから出てきてその全裸で寝るやつは。なんか、うん、この前森谷さんが電話で、うん、あかねさんにその寝るときちゃんと服着るっていう風に話をして。マジか。まあそれ世界一いらない情報だわ。まあ元気出せよ。お前ちょっとふざけんなお前。まあまあ元気出せよじゃない。先輩だぞお前。うるさい。お前らしだいつ。むかつくな。あのうるさいを使いこなしやがった。